うわー、こんにちは、劇団スカッシュでみんなで作る貴族飯。貴族が食べたいと思う食べ物を皆さんと一緒に探して、それを僕らが食べに行くという視聴者参加型のグルメ番組です。まずこの4人の中から貴族を1人決めます。私ジョバンニが本日食べたいと思っているものは超豪華海鮮丼です。溢れんばかりの海鮮丼。食べたいものは唯一一つ、まさかイタリアンです。うわ、鶏料理、本当はターキーと言いたいところなんだ。はいはいはい、あ、クリスマスにちなんで鶏料理ということで、ルーレットスタート。中田本日の記録は中田。最近貴族やってる？いや、久しぶり焦っちゃってなんだよ久しぶりで鶏料理を皆様にご紹介いただこうと、ちょっとクリスマスに絡めていきたいな。あーこれインスタ映やしてんな。いやーこれじゃん、絶対それじゃん。またこのクリスマス感、うん、お願いします。いけるか、電話してください。やれてるかな。ちょっと待って、ルソーがなんかぐるぐる回りだした。どうしたんだろう、ルソーぐるぐる回ったら竜巻起きちゃうんじゃないよさあ、どうだったのか。満席です。満席です。営業時間外でお願いします。さあ、戻ってまいりました。あ、満席。あ、満席。早い。5軒目の満席。みんなで作る貴族飯。あのね、はい、9時過ぎになったら個室が開くか、個室っぽい席が開くかもしれないし、撮影も OK だってすごい陽気な店長が言ってくれたんだけど、うん、あの時間制じゃないやってるから、はいはいはい、お客様が行った場合は永遠と入れないんで。ああ、そうか。じゃあ6軒目行って。今日すいません、あれ初じゃん。軒目今日行けるんだね。いや行こう。新ルールある。行こう。電話してきます。絶対そう、食べれないかもな今日。早い、戻ってきた。早い早い早い、なんでだ。電話にも出ない。忙しいんだね今やっぱり。店長不在。そもそも満席だからってことか。あ、あ、アラーム鳴ってんの聞こえる？アラーム鳴ってんの聞こえる？聞こえない。聞こえたよね。聞こえた。初めての新ルール発動。もう俺お腹空きすぎちゃったから。終わった。もうお腹空きすぎちゃった。俺たち自分たちで考えといてもうこれ終わったよ。もう時間がさ、君たちがさちゃんと調べてくれないからさ。すいません。自分も全然ダメだったじゃん君たち。俺も一生懸命やったよ。でも全然ダメだったじゃん君たちが。すいません、もうお腹空いちゃったから、もうなんか食べれるやつ食べたいんだけど。えという新ルールでございます。8時半になると、はい、貴族様は機嫌が悪くなってしまう、はい、あのケンタッキーのチキンの全部の部位を一口ずつ食べたい。一口ずつじゃあ何、ケンタッキーのメニューを全部変えてると。8時半になったら貴族買いをしなくてはいけないと。お腹空いたもん。だからその9時になって原宿のお店にもう一回電話してみるっていう手もあるよね。それはある。最後の頼みの綱としてもう移動しちゃって、うん、で9時ぐらいになったら、うん、空きそうですかねと、うん、で電話してみて、9時過ぎになったら個室が開くか、個室っぽい席が開くかもしれないし、撮影も OK だってすごい陽気な店長が言ってくれたんだけど、うん、はい、ということでですね、9時にね個室が開くかもしれないと言ってるお店があるので、はい、ちょっと先にそのお店に先回りして行って、お店の近くで電話してみたいと思います。行きましょう。よろしくー。ハムズイアロハアミゴアミゴ。はい、ということでアロハアミーゴさんがですね、9時から空きが出るかもしれないってことで、はい、お店の前に着いたので電話していきたいと思います。そう、これが最後のチャンスです。今まさに祈りを捧げております。さあ、どうなったか。9時35分、予約しました。みんなで作る貴族飯ということで、本日はアロハアミーゴさんに行きまーす。じゃあ行きましょうという前にいつものルールをやらせていただきます。はい、やりましょう。こちらに玉が4つございます、はい、このオレンジの玉を引いてしまった方は
メインメニューは食べられます。わかりました。私セバスチャン、貴族として今日はすごく頑張ってくれたルソーを、はい、彼に一番最初に引いてもらうと思います。ちょっとサービスになってんの。もう本当に頑張ってくれたからスッスッってやれば大丈夫だから。せーの、スッスッやったじゃあもう君たち2人でちょっとここは自分から行くっていうのもありと思いますよ。じゃあ俺が引いてあげますよ。はい、せーの、お、はい。おお、よくやったね。そう、食えない可能性あるのか。いやそんなことはない。泣いてない。俺泣いてない。泣いてない。俺は決まりだ。決まってない。まだこれはもうケンちゃんに聞いたから。うん、もうだってもう泣いてるから。もう一緒に引く必要ない。もうわかる。俺もう引くよ。じゃあもう引くよ。もう引くよ。泣きのジンクス。泣きのジンクス。早くオレンジ、早くオレンジを引いてもいいよ。はい、これだ。はい、はい、せーこれだ。うわー、俺多くない。今ケンちゃんの流れだった。いくらめっちゃいいと思う。もうキャンセルし、行ってもいかなくても食べれないんだったら行かない方がいいじゃん。かげるぜ、かげるぜ。かげ、匂いかげるぜ。かげるぜ、匂い。いや、かぎたくねえよ。まあええや。そうなんだ。貴族飯の時間。肩、肩組んでください、みんな。行こう、行こう、行こう、行こう。行こう。囚人じゃねえんだよ。囚人じゃねえんだよ俺は。もう誰も、もう誰も触ってないよ。触ってないよ。今日はこちらアロハアミニオさんに来ております。これうまそう。これ何、チーズだ。これチーズ、ちょっと何して触っちゃダメだ。なんで触っちゃダメなの。俺にご飯みたいのくれよ。いや、ないんだよ、ないんだよ。見てほら、こんななっちゃってる。田中さんに頼んだ入れるのこれぐらいよ。サボテンのひじきのナムルと枝豆。いや、種族一緒。あと、パイナップル、ガバ、マンゴーとなっておりますので、マンゴーを選んだのはケンちゃん、こちらどうぞ。インスタ映える。インスタ映える。おいおいおい、透明になったよ、ケンちゃんのマンゴーが。サボテンのひじきのナムル、これサボテンだよね、きっとね。多分そう。いただきます。うん、めこのサボテンがさ、サボテンが欲しいんだ。なんか不思議な食感。サボテンなくなった。うわー、見てください。タコミート、プルコギビーフ、チリマヨシュリンプ。うまそう。いや、どれもうまいな。俺じゃあやっぱタコミートいっちゃおっかな。うわー、すごい食うな。うまい。もう時間が止まってる。サボテン。サボテン。ちょっと待て、これ何。おい、ひじきが、ひじきの味が。うわー、おー、ゴー。なるほど、なるほど。アサリ生姜トマト、映えてますか皆さん、映えてますか。うわ、マジうまそう。いいね。劇団を結成して早10年。俺はこんなことを見るためにこの劇団を作ったわけで。妙なナレーションやめてくれます。さあどうでしょう。いや、しゃべって。俺、スープがめちゃくちゃうまい。うまくて震えている。とろけるほど柔らかいんだけど、鶏肉がとろけるほど柔らかいって何。なかなかないね。これすご。生姜も入ってて体も温まります。そしてもうペロリペロリペロリでした。超うまそうじゃん。あー、おいしそう。そしたら僕のこのコーラをかけまして、これを僕飲めなくなってもこれをかけまして、ザビエルさん勝負しません。どうして、俺が、俺はザビエルか。うん、俺が歴史に名を残すところを見せてやろう。引いた方が食べれない。食べれない。食べれない。だからもう、ゆうや右手左手でこうやってよ。あ、なるほど。どっちだと。表情でよ。分かった。そうかもしれない。え、同じ。それは貴族様やっぱ譲らないよ。こっちです。うわ、分かれた。いいのか。こっちです。せーの。うめえ。
ゃじ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 ゃコーラ募集あーやったけどクリーム乗っかっててアイスもちょろんとこう乗っけたりしていいじゃんいいじゃんいいじゃんそうそうそう最高ちょっとただ体うんおうまい飲んだよな飲んだよなゴキ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 みんなで作る貴族飯はいということでごちそうさまでしたいや美味しかったです美味しかったですね本当に鶏のね鍋が本当にねすげえなお前いろんな色がね今日は最後にちょっと発表がございます次週最終回です金曜日のネタドラマの後の生配信はこのまま持続すると思うんですけども、はい、細かいスケジュールに関しては多分1月にまた発表をしようと思っておりますので、はい、来年のスケジュールはまた楽しみに待っていてください、ね、貴族の一句貴族たち欲にまみれた泥顔だついに顔面にまで言われるそれではまた来週の最終回楽しみにしててねKindle Fire なんでだろなんでだろ欲しいなサイバーマンデーあれはなんだ見えた翼羽が生えた鳥の翼背中生えたバーサーバーサーバーバーバーサーおじちりをバサン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